おおはい中ちゃんいらっしゃいどうなったどうなった結果は結果はどうなったかなドキドキするんだよな最後の最後まで最後の最後まで分かんねえかな中ちゃんいらっしゃいさあどうなったか結果が出るかな結果はリスナーさんに聞こう 結果が出るのはリスナーさんに聞きます。いや、ドキドキするわ。うん、参っちゃうね。<laughs> さあうん、まあ、いつもね。毎日が戦いですよ。本当に。毎日が戦い。どうだろうか。確定。 ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、最後の最後までわかんないよ。確定したうわぁ、確定したか。うわあ苦しかったな取った。ありがとうございます。ありがとうございます。みなさん、取った。取った。つらかった、今月は。今月はつらかった。みんな、ありがとう。つらかったな。通知来た。え、通知行くの え、なんで、テルチャンピンに通知が行くの <laughs> 全然意味が分かんないんだけど。てるチャンピンになんで俺のリスワンの通知が行くの <laughs> なんかあんのそういう設定。リスワンがどうのこうのみたいな。そうだね。厳しくなってきたね。本当に。いやーでも今月はどうしても撮りたかったんだよ。もう配信者の意地でさ。今月は厳しいのもう分かってた。あー、ミイカーごめんね。本当に。ミイカーほありがとう。すごい、あのー、ありがとう。ミイカーごめん。 うん、ありがとう。どうしても撮りたかったんだわ。ふわっちでもうずっとやってて、毎月撮ってたから。俺も意地があったからさ、うん。ごめんね。ミーカも一生懸命頑張ってたのに。うん、ありがとうございます。お団子ありがとう。おにぎりありがとう。苦しかったね。今月は。ようやく寝れます。<laughs> ようやく寝れます。僕は <laughs>。嬉しいなぁ。 前半で取れるように1回取ったんだけどね7日に取った月もあってうんそれはまああのね狙っていってたまたまハマったんだけど3月は本当に僕は試練の月でした1月にとってるね1月は7日に取ってるから苦しかったね苦しかったぬこ風船ありがとうフォローしてたら来るんだへえーそうなんだ知らなかったわ フォロワーさんにも1位取ったって来るんだね。いや、嬉しい仕組みだわ。ありがとうございます、本当に。えっ、ー、と、かっこ悪い姿を見せずに済みました。かっこ悪い姿を見せずに、なんとか済んだので、あとね、あの、の,のんちゃんがね、ずっとね、もうデートもできないで、ずっとね、配信ばっかりして、全然面白くなかったと思うんだけど、本当にね、ずっと支えてきてくれてたから、シャドウしねえわ、今日は寝るわ。うん 2位7回は伝説だろう。逆に1位取るより難しいだろう。7回トラ,トライしたんだよ。7転び八きってこういうことじゃないの本当に。7転び八きはきついって。ハ、は、イ、い、スキル、今日さんありがとうございます。ありがとう、みさん。今月苦しかったわ、本当に。<laughs> 今月はもう、ゆりさんありがとう。今月は苦しかったね、本当に。うん、まあでもね、ふわっちが大好きなんで、そこは。 あのー、皆さんのおかげで撮れたんで、本当にありがとうございます、ね。もっとね、安定感があって、いい配信がもっともっとできるようにあの精進していきますし、あのー、来月は旅も始まるんで、あの抜かりがないようにやっていこうと思います。そうだね、ブハさん。つみきちゃん、ありがとう。団子、ありがとう。いや、つらかったよ、本当に、今月は。まあ、別れたけどね。 まさに名コロビアオケだね本当に今回も2位だったら美味しかったいやーもうもうきついよもうきつい本当につらかったからあの徹夜が続いて昼間も働いてるのにさもうねやっぱり安心感がないわけですよここで取れなかったらアウトだなと思って R, R さん和つです先ほどはどうもですルハさん風船ジョックありがとううん もう今日しかないって思ってたからもう今日ね取れなかったらね多分ね減らってたよ本当に8回連続2位とかはないと思っててうんリスワングランプリっていうのはあのーえー、その日1位の閲覧数の配信者を決める大会なんですよで毎日行われてて1ヶ月に1回しか取れないのだから簡単に言うとえ純粋な閲覧数1ヶ月の 日,日の数、要は30人とか31人とか28人とかなんだけど、要はトップの閲覧数を持ってるやつを決めるっていう戦いですね。ストレス溜まるんじゃなくてね、あの、寝れないんですよ。要は、ね、2時間3時間で閲覧1万人とか行く人だったらいいかもしれないけど、俺の場合は、もうリスワン取るっていう風に決めた日は、前の日の10時から放送回して、そっからずーっと放送を回すの。 で、昼間働いて、またずっと夜まで放送回す。だから、ね、今24時間以上起きてるんだけど、仕事もして。そう。で、それが2位、2位が8回、2位が7回あったってことは、もう8回トライしたってことなんだよ。8回徹夜が続いてたのね。きつかったよ、本当に。ストレスが溜まるんじゃなくて、本当にきつかった、今月は。ただ、いい経験になった。うん。あのー、ね。いい経験になりましたよ。 ありがとうございます、ね、うなちゃんマンにさ、ポーンとね、その日5000人確定してて、夕方までに5000人の閲覧数が確定してたときに、うなちゃんマンが夜、ポーンっていきなり現れて、9000人とかの閲覧で負けちゃったりとか、じゃがいも王子っていう若い子が頑張ってたときに、いや、そんな新人のねやんか負けねえよと思ってたら、20人差で負けたりとか油断して。うん、ガチ勢すぎるでしょ。 平日で6000はすごい。まあ、俺にはね、パコワングランプリがあったから今日。<laughs> もう考えたよ。もう、昼間の雑談で残り時間少なくて、どうやったらリスナーさん集まって、どうやったら盛り上がるのかっていうのを考えてさ、もうこれはパコワングランプリしかないなと思って。今日は俺はパコワングランプリにかけてたよね。でもうずーっと昼間もさ、石原美香の枠見ながら、あ、頑張ってるなと思って。もう、配信の世界は本当、 意外とシビアだよ、本当に。みんな、みんな、ね、頑張っていかないと。そこに頑張らないと評価されないし、うん、あそこに名を連ねいないと話にならないからね。いや、これからね、力ある生主とか、ね、石原美香とか、向こう、ニコ生とかで1万人コンビとかなわけじゃん。そうそう。ね、同時放送とかやってきたらさ、結構やっぱ閲覧とかやばいなと思うから、ね、ふわっち配信者として気引き締めてやっていかないとなっていうふうに思ってますよ。 今ちょっと生主のスイッチを切ってますけど今日ぐらいいいでしょ <laughs> 今日ぐらいいいでしょ最後に企画ぶち込んできたなと思ったよもちろん狙ってる日は毎日考えるよコラボだったりとコラボをかぶせたりとかあの企画をもちろん練るし、うん、もちろん閲覧数が取れてみんなに喜んでもらわないといけないからトークの内容とかも考えたりもするしね、うん、でもそれが配信者の務めじゃん本来の あのリスワンじゃなくて本来毎日毎日やらないといけないことなんですよ配信者は。R さんフォローありがとう。うん、だから今日はねもうずっとどう俺にできる企画で何できるかなって <laughs> みんなが電話かけたくなるような企画何かなとかねいろいろ考えてでもその分ね,、あのー、ねアクティブ500人とか集まるような放送とかもできたんでまた一つ強くなれたかなっていう風に思いました。 ありがとう。じゃあ皆さん、本当に、えー、ありがとうございました。お礼の枠です。感謝枠でした。じゃあ皆さん、本当にお休みですえ。みんなありがとうございました。お疲れ様です。石原美香さんに、あのー、頑張ってください。残りまだ、えー、3日間あるのでね。石原美香花、取ってください。残りの3日で。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。<laughs>